アイテム番号。SCP-11、オブジェクトクラス。セーフ。特別収容プロトコル。SCP-11 とそれを取り囲むエリアは毎日一度は清掃されなければなりません。安全のために、掃除は遅くとも日没後30分経過するまでには始めてください。掃除は SCP-011 とゴミ掃除に関する何かしら不思議なことすべてを記録するように言いつけられている2人以上の職員で行われるべきです。2日以上 SCP-11 がきれいにされなかった場合、その地域の住民に決して SCP-11 に接触しないように指示と連絡をしなければなりません。収容は2004年に中止しました。説明 SCO-011 はバーモント州ウッドストックに設置されている南北戦争の記念像です。その像はマスケット銃を彼の旗に立てかけた若い兵士をイメージしており、その地域から採石された花崗岩から掘り出されています。しばしば、SCP-11 は SCP-011 またはそれが設置されている地域に糞を落とそうとする鳥に向けて発砲線とマスケット銃を持ち上げている姿が発見されています。報告書によればその動きは柔らかな検索音を出しますが、その動きによって石像の構造には全くの傷もついていないのです。不思議なことに、そのマスケット銃は花崗岩の弾と花崗岩の火薬しか詰め込まれていないという報告にもかかわらず、なおかつその花崗岩マスケット銃は撃っても傷つかないのに、その発砲は一般の銃器の発砲と極めて酷似していました。しかしながらこのような像の努力にもかかわらず、いくらかの糞便が SCP-011 に降りかかるのをどうすることもできませんでした。そして伝えられるところによると、稀に人間すら撃ってしまうほどに顔の上に大量の糞便が乗っかってしまった時期には SCP-11 は大層苦しんだようです。この付録は2004年に記録されている、アクセスできるのは2011以上のセキュリティクリアランスを保有するものだけである。ホイ SCP-011 を維持するために割り当てられた職員たちは学習のために付録、011-1 を読んでおきなさい。文書、11-1清掃の規則。追加情報 SCP-011 の近く、のような何か、は最初に報告された1995年からだんだんと過敏になってきている。2004年にはこの物品の収容は中止されたが、依然としてこの物品は監視下に置かれている。その活動の中で記録的なイベントは以下に記述した。日時、1995年3月10日、ウッドストックの住民が最初の活動の兆候である瞬きを報告してきた。1995年9月30日、石像が初めて銃を撃った。1995年10月9日、石像が空から鳥を撃ち落とし始めた。1996年1月2日、SCP-11 として認定される、特別収容プロトコルが実行され始める。1997年4月14日、SCP-11 が何気なく動いて周りを見たと観測される。2000年5月3日、SCP-11 の管理人がふざけて、ナイスショットと SCP-11 に呼びかけたところ、ありがとうと覚えている限り極めて人間らしい声で返事をしたという。石像の初めての発話であった。2001年10月2日、SCP-11 は管理人と会話を交わした。2001年、SCP-11 は鳥を撃ち落とすのをやめた。2002年2月6日に頼み込まれ、SCP-11 はその台座から降り立った。2003年、2004年、2004年、SCP-11 は自分を人間だと認識しつつあった。2004年11月10日、特別収容プロトコルは中止され、SCP-11 の管理権は2移された。2005年5月17日は、SCP-11 が情熱的に私に迫ってくるんです、と報告してきた。2006年8月2、9日、直近の心理検査の報告によれば、SCP-11 の IQ は133を示している。